デジタル敗戦国日本、その責任は誰にあるということなんですけど、これ、ね、まあ、あんまり言いたくない言葉なんですけど、デジタル敗戦国とかメディアでも散々言われていて、実はですね、まあ、それを示す一つのファクトがございます。まずこちらのファクトから始めたいと思います。スイスのビジネススクール IND が発表した世界デジタル競争力ランキング、日本のデジタル競争力は27位にランクダウンしました。しかも韓国が8位、台湾も11位、今マレーシアにも超えてしまったというのが日本の現状だということになるわけですね。そういう印象を持っています。正直なくて暗い人はあんまりなかったので、でも大学の授業とかって、オンラインでインタラクションとか、東大受験してないと、まだ聞いてると、今後は普通な基準とかないですか？放送大学みたいっていう通知。テクノ先生にはインタラクションに入力して、当たり前の大学なんかもみんなそれ言ってます。だから、それは実は不便なことで、多分知らないので。そうか、日本にいるから、日本の中にいるから気づかなくて、世界的に見ると、みんなもっと便利なことをやってくると。重要な夏本さんの意見です。まあ、この人はね、アルビーは大体みんなで受けるものだと思っています。うん。まあ、そういう意味で言うと、夏本さんというのは、SFC とかね、アーキャラに伝わるというの、この、先生たちがやっぱり実践しようという。まあ、夏本さんは今、慶応の SFC なんで、毎日はそれでデジタルが強い先生だから、比較的多いところだから、それ全部ね。まあ、いや、たくさんですよ、慶応の4月は。もう、本当に、技術が使えなくて。で途中でなんか先生方の反乱が起こって急にズームが飛んでるから、うん、じゃあ私のね、そうだね、本当ですかね。国内と慶応で暇のバシバシしておりますけど、まあ、それくらいで大学の時でも全然変わらないという課題だということですよね。青野さんは先ほどの IND の番組で言うと人気27位ということで、どういうのか。いや、もっと欲しいよ。私は小学校の時に40年前と同じ時に教室があって、お顔があって、先生が来たので、何してたんだろうって、結構自分が聞いてたのに、何も変わらなかったんだなって。そうか、我々の時に遅れてて遅れてるって言われてるんですけど、遅れてる実感が止まらない。まあ、マイナンバーを持っている。我々
なとこからなくなってて、めっちゃ知らなくて。内容とか載せたらできてるんだって。システム多い。逆に言うと、でも世間だと結構マイナンバー普及してないみたいなイメージがあるじゃないですか。いや、そこは完全な話だ。すごい。じゃあ、他先はもうカードが普及させるよりも、いかにそれを伝えてるから、それだけ伝えて、伝えてくださいっていうのを啓蒙する。そのステージですね。だからね、マイナンバーはちょっと難しい。規制がいっぱいある。あ、そうです。さらに。ICT とは、日本ではデジタルロボットなど
いないから、いわゆる、まあ、IT ベンダーって言われますけど、そういったところに、まあ、お願いをしちゃう。でそちらにまた人がいるっていう、はい。でまあ、よく言われることは丸投げっていう言葉がありますね。はい、ユーザーがわからないので、ごめんもうこれ何とかしてって言って外に丸投げしちゃう。でそこも主体性もなければ業務のことも分かってないので、当然チームはできてこないし、責任も誰が責任を取るか分からない。なので本来であればユーザー側にもっと詳しい人がいれば、ここまでモードなしってことはできないと。これにですね、関連するもう一つ気になるファクトがありまして、それがこちらなんですね。日米の企業がソフトウェアを開発する際にパッケージを活用するか受託開発かを企画したものです。パッケージとは製品のありものを活用したもの、受託開発とはゼロからオリジナルで作ることです。これも阿保さんもしよければ説明していただけますか。はい、でそのじゃあ IT が分かる人たちが今度は何をやってるのかって話なんですけど、アメリカの場合だと作るシステムに応じて、あこれはもう自分たちで作りそうないなと思ったらパッケージを取り込んできて、それをまあインストールして使うわけですね。でそうすると価格も安いし、ある意味パッケージって業務に対して最適化して作ってますから、それに業務を合わせればより効率が化するわけです。でところがこの日本の場合は自分たちの仕事をパッケージに合わせることなく、じゃあ今までの仕事のやり方に何とか合わせて作ってよってですね、で作らせると。で仕事のやり方も変わってないから、あまり苦労とかもしてないし、当然いっぱい作ることになるんで、金もかかるし、メンテナンスも大変なんで。まあ、ではですね、はい、なんでこういう状況になっているかというと、終身雇用。もう、つまり、どこの会社もですね、日本以外の会社だったら、こんだけ IT が大事だって言ったら、もう IT が分かるって、中間採用で取ってるし、幹部の中に必ず IT が分かる、元ベンダー側でシステム開発やってましたとか、どっかの会社で新しいサービス立ち上げましたって人を引っ張ってくる。うん、で、役員会はそういう相手が分かる人と、まあ全然分からないけど、その業務が分かる人が混在していて、一番いいのは何だっていう議論をするので、これが要するに他の会社がやってるパッケージ使ってるみんながやってるの、そのポケットがいいんじゃないですかって議論ができるんですけど、終身雇用で同じ会社に30年以上いた人だけで役員会構成されてるのを、そうならないんですよ。うちの会社に合わせたシステムにしなきゃいけないんで。そういうことになっちゃう。でこれは大学もそうですよ。大学も採用化してるんで、各大学で別々の仕組みを今作ってるんだけど、一般教育なんかみんな一緒だけど、これも一緒にしていいじゃないかみたいな発想にならない。これ日本のものすごい弱いところ。つまり今まで政府が悪いんじゃないかみたいな濃いストーリーできましたけど、実は民間が一番だ。なるほど。まあ、逆に言うと、だからデジタルのここを変えようとすると、根本的なそういう民間企業の働き方の仕組みとみたいなところから、そこまで変えない。ですからさっき の行政の仕組みを変えるのは、行政でカードを発行する手順の話で、うん、技術と関係ない。まあ、逆に言うと、これほっとくとずっとこのまま廃線するってことですね。そうです。雇用の形態を変えないと負け続ける。このデジタルの技術って新しいじゃないですか。はい、新しい技術なんで、当然古い人知らないわけですね。そうすると、若かろうが、実績がなかろうが、できそうなやつを捕まえてきて、お前に任すわって言って、抜擢して、権限を渡してお金つける。これが、まあ、解決策になるわけですけど、これが今の日本の組織とできないんですよ。こんなのやったら、もうそれは連合率でね、妬みまくって話が進まなくなるから、僕はやっぱできない。日本の大企業の情報システム部長で、誰もコーディング経験がない人ばかり、こんなの世界でありえないんです。プログラミングできない人が情報システム部長をやってたら、これはまあ全然ダメだ。これどうですか、デジタル庁とか。だからそれが実は、その人事に関してはものすごいチャレンジをしていて、2割から3割ぐらいが民間から連続する。そう。で、かなりやる気のある民間のプログラムを経営と立ち込む民間から投与して、僕自身もそうなんですね、民間から。そこで新しい文化をつくるということになります。でそこで対等に問題が解決する。さらに言うとですね、まあ、大企業はお金をかけてても自前流に遅れた人
それがこちらのファクトです。スマホ決済率の利用率を年代別に比べたグラフです。高齢になるほど利用率は決まります。20代のスマホ決済利用率は半分ぐらいですね。それちょっとびっくりしました。やっぱり、まあ、いわゆるデジタルデバイドなんて言い方もしますけど、比較的若い世代というのはデジタルに親しんでいるから、まあ、こういったものに抵抗がないんですけれども、今やっぱり日本でも会社の主力になっているのってやっぱり50代、まあ、40代後半から50代、60代で、やっぱ年齢が上がっていけばいくほど、まさにこうデジタルがちょっととっつきにくいというか苦手な層が多いというのは確かに理解したんですか。多分ですね、はい、苦手なのに出世しちゃってるやつがいるっていう方が問題で。なるほど。僕も50代ですけど、僕はもうバリバリコンピューター使い倒してずっとキャリア作ってきたんで、多分分かってる人もいるんです、うん、で60代以上になるともう PC がそもそも若いことになかったんで、ここはリバイドがあると。ちょっともうすごく大胆に言うと、ちょっと言い方がありましたけど、デジタルが使えない人はもう出世させるんだっていうか、出世する必要がないっていうのが出世する。国民の約半分はデジタル庁つまり期待しておりません。失敗の歴史がずっとあったわけですから、疑うのは普通に当然です。この25年間ほとんど何もやってないでここまで来たので、日本が生産性上がるからと。組織に負けない。人も元気で必ずそこを守りたい。本当のこと言うと、この給料じゃ取れない人ばっかりやってるから。じゃあ、人材も安いね。はい。もう、人材が働いてるんで。技術は世界に変わらない。日本で手に入らない技術はない。日経帝東大学で経済ばっかりやってる。あ、結構オールスターが来てる。いや、結構聞いてるんだけど。
スモールスタートからもう小さいやつからまずうまくやりましょう、はい、それが評判になったらちゃんとたくさんのサービスに成長できるように初めからそういう設計にしておきましょうというのが我々の合言葉です。なるほど。神谷さんもね、まだデジタル庁できっと来ないと思うんですけど、デジタル庁って、まあ、東大生としてはどういうイメージですか？イエスで、それこそ先生がおっしゃられていた通り、民間の方を応募したっていうのがものすごく印象的で、官僚しかないお堅い感じから民間の方を入れたことで、なんか今までとちょっと変わるんじゃないかな、成功するんじゃないかなっていうのはちょっと思ってました。神谷さん、ちなみに働いてみたい、デジタル庁で働いてみたい、これから ICT が分からないとアナウンサーも出世できないプログラム系アナウンサーで、そうそうか、そんなアナウンサーがいるかもしれないですね。例えば青野さんはこのデジタル庁っていうのにズバリ期待されてます？期待します。期待しています。デジタル配信国の問題の本質は組織に、なのでこうちゃんと抜擢をして、若い人に権限を与えて、そこで、全体のデザインをさせていくっていう、ここまでがまずは第一フェーズで成功だと。ただここから失敗してるパターンもすごく容易に想像できて、でそこがネタの人だとかいるわけですね。権限を奪われる人だとかいるわけですね。今まで丸投げして業者と楽しくやってたのに、なんだろう俺たちのこの世界を壊すのかっていうことが出てくるときに、ちゃんとここを守って後ろ盾して突っ切っていけるかというところの組織の次の壁がある。これができるかどうか。じゃあ青野さんはもっとデジタル庁を突き進めっていう、そういうスタンス。そうですね。平井大臣がね、とはいえ国民の半分がちょっとまだ期待してないという
答えてるっていうのは、どの辺が足りてないんだというふうに皆さん思いますか。いやいや、あの9月できたばっかりなんで、何が起こるのかわからないっていう、うん、今日のね、最初のお二人の感想と同じ方は期待しないっていうのは言ってます。何がそれで良くなるのか、イメージですか。神谷さん、ビレついてないし、僕もついてないでも、例えばそのワクチンの仕組みだったら、こんだけ短期間でできて、今現在 1% ずつ毎日接種率が上がってるのを見てるっていう、それ自身がシステムがないと絶対に見ない、うん、紙で集計するからそんなこともできないので、なるほど、一つの例、ね、だからこういう事例が、こういう事例が出てくることによって期待する人が持っている。なるほど。じゃあ続いてのファクトは、話題になったこちらのニュースです。9月16日、サイボーズと北九州市が均等音を活用した DX 推進に関する連携協定を締結したと発表しました。市民サービスの向上や行政運営の効率化を目的としています。というわけで、これはサイボーズ、青野さんの会社のニュースということなんですが、青野さん、これはどういうことですか。そうですね、役所の中なんかはまだまだアナログな仕事がいっぱいあるので、それをデジタル化したいねということなんですけど、まあ、均等っていうのは、クラウド上で業務アプリケーションをプログラミングをしなくてもアプリケーションを作れるって、こういうサービス。へー。こういうのを使っちゃうと、先ほどのその受託開発にこうなんか丸投げしてですね、えらいお金取られて、使えないシステムができてくるのを避ける。自分たちが便利になるアプリケーションを量産できる。でこういう取り組みですね。でこれをすると、この北九州市の庁舎でやっているような業務が続々と、本当にあの毎週1個ずつとか、こういうペースでデジタル化が進んできて便利になる、まあ、こういう取り組みです。すごいですね。なぜまず北九州市に行ったんですか。実はもう他の自治体でも神戸市とか神奈川県とか大阪とかいろんなところでやるんですけど、今回のちょうどこのタイミングで来たというふうにやることになりました。大体自治体の業務に似てますよね。大体住民から何か受け付けてですね、それを確認して、それを処理するという、はい、流れなので、どんな感じで成功するかですね、実はその後に、ほとんど自治体でどこでいいかな。なるほど。今ちょっと連発的にその自治体にその便利なアプリが流通し始めていて、その流れです。じゃあまず1個ちっちゃく成功例を作っちゃえば、それを見てみんな我も我もとやりやすくていう。アプリがそうなるようになって、僕らの上でコピーすればすぐ使えるんで、北九州で作ってると、じゃあ別の市で、じゃあ観光の仕事やりたいんで、ちょっと。自分の仕様にちょっとカスタマイズするにしても、まあ、そのプログラミングなしでできちゃう。こういう時代になっているこれ逆に、まあ、俺さきさんにお伺いしたいんですけど、はい、これ地方自治体の方が実はこうやって気軽にまあデジタルバット取り込んで変化する仕組みができていて、でそれちょっと忖度なくなると今デジタル庁って比較的まだ日本の大手の IT システムベンダーと組んで、多分それこそノーコードじゃなくてコーディングしてるんだと思うんですけど、この辺のスピード感、むしろこれサイボーズみたいな仕組みをバババって入れちゃった方がいいんじゃないかって素人だからと思っちゃうんですけど、それはシステムの規模にもよるし、どういうサービスなのかにもよるわけですけども、さっきご紹介したスモールスタートでスケールファーストというのはまさにおやりいただいてるんです。これなんでできるかというと、キントーンという共通のパッケージに近いだと思うので、小さいところでまず成功して、これ体験すると、そうするとそれを横展開するのは同じ技術でできちゃうということが分かっているわけですから、それはデジタル庁で仕組んでいるのは、自治体の皆さんのコミュニティです。そうすると北九州で成功した人の話を他の市の人たちが聞けるように、うん、というのをデジタル庁が温度をとって、省庁の思うとしているわけですね。それからもう一つ、政府のシステムの中でも、やっぱり IT ゼネコンが非常に古い動作しているものと、データがあればすごく有害を作って、新しいサービス。この2つをちゃんと区別して、早くできるのと、やっぱり腰を据えて、ちゃんと根本的に構造を変えていくという2つの両輪を僕は意識していて、それ今、分けてるんです、デジタル庁。ある意味ですね。ちっちゃく早くできるところは、もう、ボコボコ、細胞的なやつでクラウドに移したりやっちゃう。で、でっかいところは、ちゃんとそれをうまく、出だしをうまく統合させて、依存銀行みたいにならないようにしてるんですね。そこでやっぱりトランスでしょ、変えていくという経験と技術が入っているし、最終的なアーキテクチャはどうするんですかというところから逆算をして、そこにどういうことかという議論がしっかりやられています。なるほど。松本さん
やれるっていう仕組みがいいし、一方でデジ庁みたいに省庁が扱うようなものすごく大きなデータを整理していくものっていうのは、おのおのカスタマイズでちょこちょこでやられちゃったらとんでもなくなってしまうので、きちっとしたものを作らなきゃいけないし、というのでシステムも全部同じ方法で全部開発できるわけじゃない。そこをうまくできるようにしていく技術がもうある、もうあの民間でもどこでもあるので、それを使っていきましょうっていう話ですね。これ結構僕の場合でも実はあの大きな組織よりも小さな組織の方がやっぱりこういうデジタル全部移管するっていうのが早いっていう印象があって、僕の場合では国民人数あそこ全部ねもう Azure やめちゃったんですよ。やっぱり大きいとなかなかこの辺が結構難しい。でも小さくて動けないところはもっとたくさん、まあ、あることですね。だからそういう意味でまあスケールも小さいところにいいリーダーがいたらもちろん早いんですけど、でもやっぱりいいリーダーがいないと何も起こらないし、なるほど。お二人のお話を伺っていると、本当に単純なデジタル論というよりは、リーダーシップが組織とか社会とか、やっぱ根本のそこの変化がやっぱり重要だということですよね。技術は世界中変わらないんだけど、日本で手に入らない技術はないんですよ。なるほど。大事なことじゃねえか。だから、ちゃんと技術は完璧にグローバル。だけども、政府は、それからもう一つは、やりたいけどオンライン化というのを前提にします。
すごくチャンスだし、大きな課題なんだなっていうことが分かりました。マッチングアプリ市場はなんと600億円。日経テレ東大学で経済人気不動産 YouTuber 対決ですね。中古マンション価格でいうと2倍以上になっちゃってるんですよ。5000万のマンションが1億になってるんですね。田舎行くのは憧れていいですけども、暮らすと結構大変じゃないかなって気はするんですけど、はい、駅地下の価値が7倍になった、はい、平均占有面積がものすごいちっちゃくなっちゃってね、ステルス値上げみたいな感じで、都心で中古マンションとか、まあ、IKEA とか買おうとされてる方結構いると思うんですよね。私は買わないですね。買わない、買わないです買わない。こんにちは、ファクトロジカルの時間です。この番組は世の中にあふれる事実ファクトをなるべく感情論を避けてですね、ファクトを論理的に読み解いていこうという経済番組でございます。そして今回も、ゲストの MC はフリーアナウンサーの北村真麻さんです。北村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあゲストをご紹介しましょうかね、はいはい、本日のゲスト1人目は不動産コンサルタントで桜事務所会長の長嶋治さんです。よろしくお願いします。不動産コンサルタントってどういうことやられてるんですか。家を売りたい、買いたい、あるいはでかいまとまった土地を持っている時に売ったらいいのか、アパートとか買ったらいいのか、いろんな活用の仕方あるんですね、はいはい、でその中で最適化を見つけていく。スーツとかあんまり着ないんですよ。チャラそうだなっていう。膝ビリビリですよ。ね、ビリビリだね。貧乏だね。チャラですよね。そして、2人目は不動産投資の YouTube、もくもく不動産が人気のもくさんです。よろしくお願いします。
マスは狙ってないんだよ。ものすごく尖ってる人ですね。ちょっと対抗しよう。今日はくしくも人気不動産 YouTuber が非常にこう不動産業界で注目されているお二人をお招きして、今回討論するテーマはこちらでございます。アフターコロナの不動産、東京の地価は下落するのかということで、不動産の市場っていうのは日本全体どんな感じなんですか？マーケット盛り上がってるんですか？部分的に絶好調なんですけども、そもそも90年のバブルの絶頂期に日本の土地資産額って2400兆あったんですね、うん、それがたった今は1200兆ぐらいになってますから、半分になってる。この30年で土地資産額は半分になっちゃったんですね。ところがなんか最近特に2012年の民主党から自民党への政権交代以降、歯車みつく黒田バズーカで株価と一緒に不動産価格もものすごい上がっちゃって、で都心湾岸とか武蔵小杉とかものすごいタワーマンいっぱい建っちゃって、それでなんかバブルだとかって言ってるじゃないですか。あれはもう全体のほんのちょっとのこの 10% 14% ぐらいのことを言ってるだけで、大半はもうダラダラ下がってるだけなんです。9割ダラダラ下がって1割だけキャッハーバブルだってなってるのが今の日本。そうです、ワードで言うとその都心駅前駅地下とか大規模タワーとか、また郊外でもやっぱり駅前に地下はめっぽう強いんです。まずはこちらのファクトから議論を始めたいと思います。こちらはですね、2020年8月から2021年7月の首都圏における人口の転出と転入を色分けしたものになります。東京など多くの都心部で薄いピンクの部分、転出超過になっていますね。ますよね、はい、だから今よく言われてるじゃないですか。コロナになってみんなこう今まで東京一極集中だったんだけれども、ちょっと東京に住むのが嫌になったとか、リモートワークが定着しちゃったんで遠くの郊外に移り住んでもう少し良いところに住もうみたいな流れができてるみたいな話をよく聞きますよ ね、 ありますね。でこのファクトだけを見るとどうもなんかやっぱりそれを表してるなってことですよね。いわゆる千代田区とか中央区とかあの辺ですよね、東京の中心の部分のが色が薄くなっているということは、そこから人がどん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 転出しているということで、やっぱり結婚した友達とかが都心の場所に住んでたけど、はい、千葉に、埼玉にとか、小浜にとか、そういうのは押し寄せる話はします、ね、はい、いや実は僕もね、最近周りでみんなね、軽井沢から移り住んでるんですよ。なんで都心から人が減ってきて転出してるのかなって印象を持っちゃうんですが、コロナで人が動くみたいな話で2段階あって、はい、去年の4、5、6月くらいのその緊急事態宣言があった頃、あの頃みんなものすごい緊張しちゃって、コロナの行方がどういうふうになるのかよくわからないから、なんか都心部から人が逃げ出すとか、なんか地方に行っちゃうからね、はい、みたいな言説があちこちであったんですけど、実際にはそういうこと全然ってことはないんですが、あまり起きなくて、あまり起きて、はい、アメリカなんかでこうニューヨークから人がいなくなるんですね。フロリダ行っちゃう、テキサス行っちゃうとか、そんなダイナミックな動きには全くならなかったんですよ。でそれもこれも、感染者数あるいは死者数が相対的に他の国と比べて圧倒的に少ないということで、あるいはロックダウンみたいな強制的な措置でもなかったということで、その緊急事態宣言も2ヶ月ぐらいで終わっちゃったんで、当時は新築も中古も全然売れなくて取引数半分ぐらいになっちゃったんです。2ヶ月か4月5月は。ところがリーマンショックとか90年バブル崩壊と違うのは価格も落ちなかったんですよ。ただただサスペンドで、90年のそのバブル崩壊の時も2008年のリーマンショックの前も金融機関が、まあ、今でいうその金融庁のお達しで不動産融資を引き締めた、うん、で今回は逆で不動産業に限らないんですけど、ものすごい金融化をさらに広げる、はいはい、となりまして、投げ売りをする必要がなかったということも大きかったと思うんですけど、6月以降になるとものすごい需要が増やしていて、ここに至るまで不動産市場は基本的に大都市部をメインの絶好調です。ちょっと今長島さんの話とこのファクトだけ見るとちょっと矛盾しているように聞こえるんですよね、うん、つまりこの数字だけ見ると人は転出している、東京の中心から、だけど一方で不動産は東京の中心は絶好調である。この違いをどう理解するんですか？去年のコロナ発生から2000年の1月からですね、はい、先月までの間に、東京都23区北部の人口はトータルで見ると、2万人ぐらい減ってるんですけども、はい、そのうち思いっきり減ったのは外国人ですよね。正直僕びっくりしたんですけど、
住宅とか初めて行ってびっくりしたんですけれども、まあ、もうちょっと出ていってるかなとは思ったんですけども、実は増えてるんだったらすごい面白いデータだなと思いました。さっき入れ物におっしゃったように、悪化コロナということで、沖縄とか離島みたいなの極端な動きをする人ってあんまりいなかったんですね。都心部から3、40キロ圏内、中心部から1時間から1時間半ぐらいの国道16号内外みたいなところですよ。ああいうところに行って、人はいっぱいいるんで、コロナ対策にもならないし、駅前、駅近だと不動産とかも結構高いんですね。その中間ぐらいの軽井沢とか、それこそ、あるいは熱海とか、房総とか、都市部にいる日常とはちょっと違う非日常の海とか山があるような、かつ頑張って通おうと思えば通えなくもないぐらいのところに移動した人は結構多かったと思います。まあ、でもそれでも、あるの人口を調べると、この2020年1月以降、順調に人は減っているので、熱海も、熱海今めっちゃ盛り上がってるイメージなんですよ。僕なんかはね、はい、今実際に熱海に移り住んでるって言って、だけど熱海も人口は減ってる。特に若い人が入っているんですけど、それ以上に高齢化ですね。あるいは都心部に出てくるって人もいるんですね。だから高齢になると。あ、より高齢になるからむしろ都心部に入ってくる人がいる。そうです。トータルで見るとマイナスなんです。なるほど。モックさんどうですか、ここまでの話聞いて。僕の予想だと、一時的には郊外に行っても、やっぱ都心に集中するのではないと、ね、人口減少していくと。うん、今後はまた、スメンタスをよりこう、また特に強く集中していくかなという。モスさんも、モスさんの予想ということですけど、東京一極集中は、むしろさらに続くと、一旦ちょっと離れるので、まあ、地下はそのちょっと10月で聞いている現状があるようですけれども、また東京、やっぱものすごいパワーがあって、魅力的な街だと思うので、これまた集まってきて、そこでリアルでビジネスを加速するんじゃないかというふうに思ってます。なるほど、北川さん、どうですか、都心の方が、これからも実はまだ来るという。我々世代、約30代ですけど、今から家を買おうとか、戸建てで家を買いたいとかっていう人たちの話を聞くと、まあ、そんなもう高いし、都心じゃなくても、今の仕事の仕方だったら、例えばちょっと離れた場所でもいいかなって声は結構多いんですけど、肌感としては多かった。ちょっと我々のね、肌感からすると、はい、このファクト、なかなかちょっと受け入れられない、まだ受け入れない。やっぱりそうなんですか、本当に東京に人が集まってる。まあ、このファクトはそうですよね。数字が言ってんだよ、知らないなんて話なんですけど、この場合、世界が今、圧倒的に多いですから、65%、70%の共働きで、通勤時間が伸びちゃうと2倍伸びちゃうと、3倍伸びちゃうと、そもそも、セクレントであると思う自動車は持ってないし、やっぱり、電車に乗っているときに、それだけこう、無視の時間を増やすことっていうこともあるでしょうね。あるいは、そもそも、大学生のリモートワークみたいなことを経験しちゃうと、中古マンション価格でいうと2倍以上になっちゃったんですよ。5000万のマンションが1億になったんですね。はい、で一方で、花が咲いたら花が咲いたらというのは、去年の年に1倍ぐらいでした。でこれがこのコロナの1年半ぐらいで今に行って5倍ぐらい。全部上がってるんですけど、その上がり方がこうものすごく温度が違う。今、例えば、モスさん、タワーマンション、いわゆるタワーマンがバカ売れしてると、このコロナのご時世でもっていう話がありますよね。あれやっぱり基本都心にタワマンって多いわけで、これもなんだかんだ言って人を都心に住みたい、住んでるってことですか。その不動産の場合ってやっぱ需要と供給になって住みたいっていう人がやっぱ多ければ買うっていうことになりますので、今後も多分タワマンションに憧れてる人多いと思うので、まだ上がっていくなっていうふうに思うんですけど、ね、どっかで住宅のが出なくなるところというのは壊せるかなと、無限に上がってくるわけじゃなくて、どっかで壊せるけどまだその買うかな。すごい生々しい話なんですけど、まずね、僕自身が最近杉並に土地買ったんですけど、どうですか？杉並は、ちょっとプライベートで買っちゃったんですよ。200万ぐらいで、結構いい場所買っちゃったんですけど、買っといて正解？いや、相場が分かんないですね。150万が相場とか200万が高値ぐらいになりますし、250万相場とか200万だったら、大きいのやつ、杉並なんですけど、はい、そこがね、5年ぐらいはかって、なんで暮らしてたのね。
中央線の方駅の駅から離れれば離れるほどやっぱ下がっていく影響はあるので上がりにくいので、やっぱ駅が近いっていうのは東京都やばい、荻窪も値上がりしていくってことを期待されるんだとしたら、駅から近いとかその駅のリセールバリューはどうこうとかあったりしますので、そこやっぱ見られた方がいいっていうのと、あとは買った感がやっぱ投資家目線だとすごい大事なので、例えば倍で買っちゃったらちょっと高いんじゃないですか、半分で買ったらなるほど、ちょっと半分投資家されてるから専門家ですね、いろいろ見えてきましたけど、それでは続いてこちらでございます。こちらは駅から離れるといくら家賃が下がるのかというのを2010年と2020年で比較したグラフになります。ポイントはこの右側なんです。駅徒歩分数というんですね。つまり駅から1分増えるごとにいくら土地の価格が下がるかということなんです。2010年の時には1分離れたら2万円それが2020年は2万5000円が近く下がる。だからこの下がり幅が 1.26 倍になっている。ということは要するに駅近の価値が上がっている。駅から離れれば離れるほどその土地の価値が下がっているんだけど、それ下がる傾向が強くなっている。逆に言うと駅近の価値が増しているというのがこの図が表していることで、まあ、同じことが例えば真ん中の吉祥寺立川エリアでは 2.7 倍の10年前日の高尾ですね、東京都の郊外なんですけど、そこだと 6.95 倍になっている。
まあ、直感的に言うと駅地下の価値がもう広高あたりだと7倍になったんです、はい、それこの10年ぐらいのトレンドなんですけども、ビデオが例えば立つほど駅前駅地下に人が集まると、で、目安としては徒歩7分なんですね、広告表示で目安は徒歩7分、はい、7分を超えるようなあの領地所で基本的に今新築マンションデベロッパーは基本はやらないんです。よっぽど安くなるとかいい価格が作れるという自信がないから1個だけは大丈夫です。もうちょっと取ってもすみません、15分かかるって言ったからね、スキーもあんまり落ち込めたんですけど、京都か木村東京も駅前だけガンガン価値が上がってて、もう離れることも全然価値が下がってる。駅前だったらまだ頑張れば東京来れるし、駅前なら東京来れるから、都心部に来れる。なるほど。モフさんはいかがですか。日本って人口が減っていくところにあるので、そうするとやっぱり郊外とかはより人がいなくなって駅とかに集中していくっていう傾向は多分どんどん加速していくんだろうなというところですね。コンパクトシティとか。いや、なんかね、我々コロナ経験して、もっとね、さっきも冒頭で言ったように広いところに住みたいとか、郊外に住みたいとか、なんとなくふわふわ思ってたけど、現実は全然逆で、むしろ駅地下の価値がめちゃ上がってるっていう。結構多分、あの田舎行くのは憧れていいですけども、多分実際暮らす結構大変じゃないかなって気はするんで、ね、また高齢になってて病院まですごい時間かかるとか。今結構僕の友人とかもコロナで結構郊外行ったり今一緒行ってるんだけど、やばないですけど、聞いてるかもあとはその経営者とかだとまだ全部でやれこれやれとかっていう感じなので、まあそんなピンチっていると思うんですけども、普通のサラリーマンとかはやっぱあの遠くに住んでやれないっていうケースが多いです。現実はそうだって、みんなだから空間とか居住快適性よりも時間が大事なんですよ。通勤ももちろんそうだし、人が都市で生活していくために学校とか病院とか買い物とかありますね、いうようなこと、あのとにかくこう短縮して車も持ってないし、だとすると行けない駅近みたいなことになっちゃうよみたいな話なんですけど、一方であのさっきあの都市部からちょっと人が逃げてるっぽいようなイメージの姿がありましたけど、そんな動きがあるのは、今都心部のですね、新築マンションの平均占有面積がものすごいちっちゃくなっちゃってるんで、ステルス値上げみたいな。10年前の 3LDK っていうと70平米超えるのは当たり前だったんですけど、今60平米台前半とか、ものによっては60平米切るみたいな、占有面積ピーンってちっちゃくして、設備もチープになってます。今、世界でどこの不動産買うかってなったら、1割ってことですよ。実は東京は割安である。東京は東京のルールがあって、沼津には沼津のルールがあって。これさっきと話違うじゃないですか。だってほら、駅から徒歩40分で20分。え、どういうの？不動産業者信用できないんだよ。不動産投資業界って、めちゃくちゃいろんなことを学び通ってて。何ですか？そうなんですよ。今は無限パーセントです。世界でどこの不動産買うかってなったら一番に東京ですよ。実は東京は割安である。東京は東京のルールがあって、沼津には沼津のルールがあって、これさっきと話違うじゃないですか。だってほら、駅から徒歩40分で20分。え、こういうの不動産業者信用できないんだよ。不動産業界ってめちゃくちゃ違法なことを回り通ってて。何ですか？そうなんですよ。エコノミー管理までですか、みんな。アフターコロナの不動産、東京の地価は下落するのかということで、今都心部のですね、新築マンションの平均占有面積がものすごいちっちゃくなっちゃってね、ステルス値上げみたいな感じで、10年前の 3LDK っていうと70平米超えるのは当たり前だったんですけど、今60平米台前半とか、ものによっては60平米切るみたいな。もし、モフさんがいろんな不動産投資やられてるということですけど、今まさに都心で中古マンションとか、まあ、IKEA とか買おうとされてる方結構いると思うんですよ。一般論としてはおすすめですか、それとも。私は買わないです。買わないです。なぜ？儲かってます。不動産投資って儲かった方がありまして、一つは値上げ、もう一つは家賃収入値上げ、二つとは、不動産投資家で宅建業を持ってない場合は、払
分切り替えて、2回切り替わって、キャッシュアウトしたんで、人生豊かになって、プロセスっていうよりかは、むしろ生活するしかないっていう。もうさ、なんか半分結構エグいこと言ってるので。ここまでで動作とか、大好きでしたけど、今のお話として、収益性に着目した不動産投資ってかなり難しいと思うんです。まあ、歴史的、経緯的なことで無理やり言うと、1986、7年ぐらいの雰囲気なんですよ、今。集まりそうだ。もう 1% でも 0% でもいいんです。どうせ上がるんだから。そういう意味でいくと、実はですね、ここで僕が持ってきたファクトというのがありまして、こちらです。海外投資家による日本の不動産取引の推移を表したものです。コロナの影響で一時的に減ってはいるんですが、2020年の上半期までは伸び続けている。そうですね。もう最後ね、ぐわーっとうなぎ登り。このあたりも今、長嶋さんがおっしゃったような、まさにキャピタルゲイン狙いですね。今世界でどこの不動産買うかってなったら一番にファクトですよ。ものすごい割安ですから、ニューヨークみたいなところの、あのアメリカの大都市、今東京高い高いって言いますけど、あっちはあの東京の 1.5 倍、2倍ですよ。僕はニューヨークとかに変わってるんですけど、結構なお金持ちなんですよ。だけど、本当に 1K の普通版みたいに住めないと。ワンベッドでも家賃を上乗せしますからね、ニューヨークで。いう中で、あの相対的にあの東京中心とする日本の大都市ものすごい割安、あとコロナの影響も相対的に低いというようなこともあり、あのこれまで正直この10年間というのはですね、主にアジアマネーですね、あの中国、台湾とかチャイナ系のお金ですけど、去年あたりから、欧米系のマネーが不動産、とりわけ東京中心とする大都市不動産に客を起こし始める。それはさっき言ったようなものです。だからアジアマネーに加えて欧米系マネーも入り方多分すごいと思いますよ。だから加えてあのほら今日本をあの金融センター化しようということで、金融庁があの東京に加えて大阪福岡とか言ってるじゃないですか。もし実現したとすると、実現しなくても思わぐらいで高度人材があそこに入ってくるというと、あのでかいレジデンシャル必要でね、あの演奏ゲームみたいなことで投資マネーがガラッと入ってくる可能性もある。めっちゃ嬉しそうですね。細かく区切りがない決まりになってるんです。現状を聞いてもそうですけど、
ものすごく土地が大きいので調査地点も多くて、そのうち駅から離れているものの数、全体数が多いので秋に目立っちゃうということで、だから世田谷に限らず駅から遠いってどの徒歩圏ではないっていうのはやっぱり厳しいですね。なるほど。ではその都心駅前駅地下が今絶賛独り勝ち中というファクトが分かってきましたけど、東京以外の地域はどうなのかと。こちらは実際に木さんが所有している物件のでこういうことになります。都心ではないのはそれで、駅から遠くても満室を維持しているということになります。これさっきと話してたじゃないですか。なんでほら、駅から遠くは40分、40分。え、40分。これ不動産業者信用できないよ。東京は全然違うんですね。不動産賃貸業を聞いたときに見ると、そのエリアエリアで特性がまた違います。東京は東京のルールがあって、沼津には沼津のルールがあります。あと沼津駅とかはですね、そんなに電車がバンバン来てるわけでもないですし、電車で通勤っていう感じでもないんですよ。車がないと逆にダメなんですよ。でみんな車でこの地元に通ってるので、駅から離れても駐車場が入れば一応カバーできます。なるほど。もともと収益性が高いんですね。 11.2%1棟丸ごと沼津で持っているんですけれども、 11.2% ってめちゃめちゃ高い。めちゃめちゃ高いです、はい、なので東京で 4% で買うよりも、その沼津で 10% のものを買った方が家賃はいっぱい入ってきますということで、もともとこれ破産した方が所有されて、破産犯罪人から買ったんですけども、安く直して、でまず入居者をつけて再生したもう事業ですね、うん、で融資を使って、FNBC はい、4000万円で、あと効果ですね。で、1円も出さずに銀行が入ったお金だけで買ってます。これもっと利回りで言うと、はい、自分の出したお金いくらということから考えて、1円も出さないで毎月18万円家賃だということを考えると利回り無限パーセントですね。その格好の通報で言われるとだってゼロなんですから、自己資金
その株みたいに一瞬に同じ価格のものを売買するわけじゃないので、個性的な、売買価格を平均するとああいうふうになっているわけで、相場が上がっている時でも下がっている時でも変な買い物している人もいればいい買い物している人もいる、ただ確率が変わりますよっていう話なんですね。そういう意味では、より良い条件で買えるのであれば、特に立地は私は選ばなくてもいいと思います。立地は大事じゃない、それこそノーズ40分でも大丈夫だし、はい、あの駅前に近を極めるのが教科書的なそれも話ではありますけれども、それもあまりにも高くなっちゃったら、不動産投資にそもそもならないよと思います。それじゃあ、今度は、モスさんは、東京の駅近く、投資として買うなら名古屋。あ、投資として買うなら名古屋。おその心は。名古屋のところとしては、まあ、東京最近結構来ていて、東京のこの凄さ、僕は10年ぐらい名古屋にいたんですけど、はい、そこに来るとこんなビルあったっけみたいな感じで、感じで、今もまだ建ってるじゃないですか。家欲しいな、ちょっとなんか気持ちが値上がりもしていく可能性もあるし、今長く東京に持っていくのは忙しい自分らなというところで東京へ上がって、はい、で名古屋っていうのは、まあ、私の拠点が名古屋なので、今年名古屋にアパート1個買って、去年もアパート1個名古屋に買ってますので、でなんで買ってるかっていうと、これからやっぱりこう地方っていうのは衰退していく傾向が高いと思っているので、うん、でも一方で地方の方が収益性は高いですね。なんか初期は収益性高くて地方を買っていたんですけども、最近こう収益が上がってきたので安定志向で名古屋とかこれからリニアに行きますし、それとは長期に名古屋を買いです。ちなみに駅地か駅とこう買ったら7分とか。7分だ。7分です。ただあの名古屋っていうかね、あの辺はあのトヨタの街でもあるので、うん、車利用のところはそれぞれでちょっと東京とは違うあの感覚もあったりするので、あの辺りだと必ずしも7分ということではなくなる要素もあるのかもしれない。確かにあの、ね、トヨタの城下町なので、実はトヨタ車に乗って車がめちゃくちゃ多いってことですよね、そうか、そういえば街の個性まで考える必要があるので、その辺乗ってるのは結構18分とか、ただ駐車場がついてる。これからはやっぱり名古屋の栄とか、もう高すぎ、栄は。もう一回買ってるのは、もうちょっと流しないでもちょっと、はい、あの地下鉄とかありますからね、そうです。それのちょっと郊外の駅近くに、そういうのが見られる。まあ、それも買ってますけど、結局その辺しか買えないですね。うん、収益性、僕、今まで 8% とか 10% とかで売っているので、はい、東京とかの 4-5% よりかは全然収益性があるとかにも入っています。値下がりお二人にですね、ぜひあの不動産ということなんで、買う上での注意すべきことみたいなのを多分これ見てる方にもぜひあの教えていただきたいなと思っているんですが、一つはやっぱり相場を知ることですね。相場を知る。で、平均的な取引価格というのはありますので、それを知っておいて買うということが大事だと思います。不動産で僕は例えば、僕が持っているやつを1億円で売るのか、5000万円で売るのかって、売り主が自由に決めてるんですね。値段ついてるとそれは適正というふうに思ってはいけないんですよ。うん、めちゃくちゃ高い場合もあるし、僕とかだと高めに盛り出してるんですね。負けない。相場が1億だとすると、1億2000万とかちょっと高めに。だから高めで売って、売れちゃうんですよ。でもそれが、その価格で欲しいと思う人があれば、それが取引するんですけど、はい、逆に相続とか、急いで売りたいよってなると下げるんですね。すぐ売れないので。はいはい、本当不動産ってそのいくらで売るかって売り主次第なところありますので。売り主次第なんですね。売り主です。で、不動産さんに査定してもらって、よくわかんないおじいちゃんとかが、もうあのこれでいいよって言って投げ売りしたものとか、相続とかで食べたけど、赤字でどんどん倍出ていくから困るって早く言ってもらって、それの僕ら投資とは結構変わっていただいて。高島さんはいかがですか、注意すべきか。まあ、まずは、不動産投資の検索して、上位の本100冊を読んでください。あのいろんなやり方で成功してきているんですね。新宿中央卸売店、都心街、地方街で、どれが正解っていうのはないんですけど、本人の好みとか、資産をどのくらい膨らませたいっていう、会社員の副収入ぐらいでいいっていうふうに思うことに決めば、あれだけのファイヤーって言います。そういう引退する。引退して、早め早め引退してってファイヤーって言いますよね。どの程度、どのくらいの期間でやりたいのかって、そうすると大体こうイメージ、ゴールみたいなのを見えてくると思うんですね。100冊っていうのは、
不動産市場で何が起きてるのかっていうことが分かるようになってから前に進んでも全然遅くないと思います。いや、お二人ともやっぱり共通しているのはまずはちゃんと知って勉強して感覚を持ってから不動産投資は やりなさいっていうことです。割と不動産に失敗する人って高学歴の人が多いですよ。最近では6年内卒の人が不動産の人を発売しちゃったみたいな YouTube に界隈で出回ったりしてまして、あ、界隈ではそれが話題になってますね。東大卒の方が不動産の自己破産、あるいは職業でいうとお医者さんとかですね、賢い人の方が不動産投資で受けることが、言葉を選ばず言うと世間支援する、あるいは過信みたいなことがあると思うんです。まあやっぱり最後は、まあ、よく言われることですけど投資は自己責任だということですよね。北村さんどうでした今日2人の話聞いて。いや、もういろんなお話出てきて、いろんな知識、今まで私が思ってたのと全然違うな、やっぱり東京の局集中なんだとかそういうのありましたけど、一瞬こうなんか夢も見て現実も見たっていう感じですねやっぱりちゃんと勉強しなきゃいけないんだってことです。今世間のイメージでなんとなく都心から離れているとか、ね、そういうイメージがあったんですけど、実はファクトとしてはむしろ、まあ、都心の特に駅地下のところは今もうカーニバル状態で、逆に駅から1分でも離れていけば行くほど価値は下がっていっているんだけれども、あとでそこだって相場をちゃんとうまく見ることで投資はできるということですよね。そういうあたりがあの本当に我々が思ってたファクトと感覚と違う、まさにファクトで支援されて5時間に説明いただけたので、すごく勉強になったんじゃないかなと思っています。日本代表する経済おやじ3人を招いてですね、本当に企業派は言いたいこと全然言わせてくれないと分かりやすく言うと、日本はアメリカの子会社みたいなので日本国憲法というのは子会社の先端なんですよ。誰も言ってくれないんですけど、私が日曜とゲトコン買ってゲトコン頭はこういうのがマイノリティなので、これ頭を萎縮する社会を作り出してないかっていうね。それでは、おやすみなさい。